グッゲルタグ、CMD、プッシュ、ファンクション、グッゲルタグ、ディスプレイ、SP、アーティクル、アンダーフォート。国内リーグでは、開幕8連勝と、順調な戦いを続いているかに見えるパリ・サンジェルマン、PSG だ。前線のスター選手のプレーに噛み合わない、フもあるのかもしれない。キリアン・ムバッガネーマールのプレーに不満な様子を見せ、として注目されている。 今季の PSG では、ムバッペ、ネイマールに新加入のリオネル・メッシを得た超強力3トップの誕生に期待が高まってった。だがメッシはデビューから3試合を無得点、終えた後負傷してしまい、最近2試合は欠場余儀なくされている。メッシが、不在の中で、ム、ペとネイマールも現時点では十分な数字、残すことはできていない。前者は、 リーグワン、3節から3試合で4ゴールを挙げたが、その後は4未、連続無得点。ネイマールは5試合に出場して PK に、ルチゴールのみとなっている。それでもフラン国内に PSG を止めるチームは存在せず、25日の、モン、リエ戦にもイドリッサゲーとユリアンドラクスラーの得点でに例の勝利。だがこのみ、で、 88分に交代でピッチを去ったムバッペがベッチで不満を吐露していたようだ。フランス、カ・ルプリュスの映像に捉えられたとして吹くメディアが伝えたところによれば、ムバッペ、ネイマールについて、彼は僕にパスをくれな、と口にしていたという。ネイマールがドラク、ラーのゴールをアシストするパスを出した後のことであり、自身に対するプレーと比較、手の言葉だったのかもしれない。